そんな、約束したじゃないですか。蒸気機関を貧しい町にまで広く普及させるって。したかもしれませんね、そんな口約束。でも我が社との契約を忘れたのですか。研究資金を出す代わりに蒸気機関の権利を我が社が有する。ロックカンパニーは蒸気機関の独占権を得ているのです。改良型蒸気機関の完成を社長は喜ばれることでしょう。だが他社に使わせる気などつゆほどもありません。そんなだから忘れることです。くだらない夢などね。くだらないなんて言わせない。この研究は世界中のみんなを豊かにできるんだ。技術は人を幸せにしてこそ価値のあるものなんだ。よく言った、フロイド。全面的に賛成するぜ。またあなたですか。部外者に用はありません。確かに俺は部外者だ。だがフロイドの友人として言わせてもらうぜ。人の夢を足げにするんじゃねえ。それが私欲のためならなおさらな。よくわかりましたよ。あなたは我が社にとって非常に都合の悪い人間らしい。だったらどうする。お、ワンコじゃねえか。このガーネットは社長の愛犬です。我が社の邪魔者をことごとく追い払ってきました。へえ、そいつは大したワンコだ。バルテティアさん、逃げましょう。いや、逃げねえ。夢を忘れたのか。てめえの夢をつかむために戦うんだよ。さあ、来な。ワンコの相手だよ。演算は終わった。出番か。コウモリ。私の獲物だ。いっといで。かかってきな。お？頼んだぜ。さて、頂上付き合ってもらう。よっしゃ。
頼んだぜ。状況は好転しろ。さあ、ライフスティールダガー。おや、出番。遊びは終わりだよ。投降しエベルよ。プランを考えれば。あ、受けてみろ。火炎よ、焼き尽くせ。悪くないアプローチ。青2歳がとことん邪魔なやつだ。それでどうするおつもりです。フロイドが言っただろう、蒸気機関をみんなで分け合うんだ。技術ってのはみんなを幸せにしてこそ価値があるもんだろ。変わらんな、ファルテディオ。ようこそ我がロックカンパニーへ。久しぶりだな、会いに来たぜ。おお、ようやく私と働く気になったかね。いや、悪いが違う。あんたの時間は貴重だろうから単刀直入に行くぜ。おやさん、俺たちを騙したのか。あんたが去った後、町は死にかけた。貧しさでな。ギフが言ってたぜ、契約書に文言を書き足したって。あんたがその契約書を交わした土地主だったんだろ。ああ、そうだ。私が君たちを騙した。私はいかなる手を使ってもあの銀鉱山が欲しかったのだ。おやさん、あんたは俺の憧れだった。だが、いつからか道を踏み外したみてえだな。俺たちは商人だ。商談でケリをつけようぜ。蒸気機関の権利を売ってくれ。いい値で買い取るぜ。こいつ何を。面白い、話してみろ。こいつは素晴らしい技術だが、独り占めしちゃ泣いちまうぜ。商人にも金より大切なものがあるだろう。ん？なんだ？人の幸せさ。価値あるものは分け合うべきだ。俺ならこいつを独占せず、世界中のみんなで分け合う。フロイド、だから俺はお前の夢に賛成してたんだ。
パルテティアさん。変わらんな、パルテティア。面白い。その話、乗ろう。社長！そう来なくちゃな。で、お代はいくらなんだ？800億リーフ。800億！むちゃくちゃだ！小国を動かせる額ですよ！君が言う皆の幸せを変えるのだ。高い代価ではないだろう。なるほど。さすがです、社長。よし、決めた。受けて立つ。用意してやるぜ、800億。の商人同士、二言はねえな、おやっさん。無論、契約書を用意し。我が社は800億リーフにて蒸気機関の権利を売却する。確かに受け取ったぜ。契約成立だな、パルテティオ。ではこれで失礼する。商談が山積みでね。おう、次に会うときは800億が土産だ。楽しみにしているぞ。大富豪ロックブリリアント、旅の商人に喧嘩を売る。その額なんと800億リーフ。次回の新聞の一面はこれで決まりです。さあ、兄様にも伝えなきゃ。あんた、どこにでも現れるな。800億なんて金額、どうやって工面するんですか？勢いでああ言っちまったが、稼ぐしかねえだろう。地道な積み重ねは商売の基本だ。何百年かかるか分かりませんよ。耳寄りな情報があります、パルテティオさん。何？買うぜ、新聞屋。西大陸にロック氏に並ぶほどの資産を持つ貴族がいます。その名も大貴族アルロンド。西大陸のウェルグローブという町の大地主です。へえ、匂うな。いい商売ができそうだ。決めた。そのアルロンドに会いに行くぜ。俺の靴も磨いてくれるか？黄色い兄ちゃん。よ、坊主。
いい汗かいてんな。ほら座って、ピカピカにするよ。へえ、いい仕事するな。弟たちを食わすためにずっとやってるからさ。その器用な手先がありゃ、いろんな仕事ができるぜ。なあ、なんか将来やりたいことはねえか。靴磨きも立派な仕事だが、ずっと続けるにはきついだろう。世界中を見て回りたい。俺、生まれてからここを出たことなくて、世界を見て回れるようなそんな仕事をしてみたい。いいじゃねえか、そいつはでけえ夢だ。さ、出来上がりだよ。ありがとな、坊主。これで胸張っていけるぜ。忘れるんじゃねえぞ、その夢。俺がいつか望む仕事ができる世の中にしてやる。だから、ちと待ってろ。